なんかこうナレーションっぽい声がねちょっとルカにねちょっとルカ要素がちょっとあって、ちょっとあの私はすごいちょっと反応しすぎないでもらっていいですか。今ちょっと挙動不審になってるあやばいルカがいるってなっちゃった今ちょっと進行があれ喜んでます。いや喜んじゃったユッキーが照れてる。あそんなそうですはい照れてない照れてないローズだローズだヤナギン、あらやだロマンチックじゃない、誰でもマルちゃんになれるんだ、ね、今のマルちゃんがすごいルカだった心どころオタク出さないでもらってもいいですか。ごめんなさい。いやでも止めちゃう。いいと思うよ。ごめんねなんかごめんいいんだよ大丈夫大丈夫。ちょっと姫とこの後その2人のやり取りも私も楽しく聞かせてもらうわ。これ以降はちょっと姫とくわ。バイ出しとこ出しとこ今日はともりちゃんが来て、うん、ちょっとまたねテンション感違いましたけどいかがでしたか。そうですねちょっとなんかやっぱねねめっちゃ見てるどうしようめっちゃ見られてるどうしようユッキーと目が合わない。仕方ない仕方ない、ね、いやともりちゃんが喋った時は見てますよキモ私自分で突っ込まないでもらってもユッキーとのギャップがありすぎてめちゃくちゃ面白いですね。そうですねなんかねそうですねだから今日は急遽ね来てくれるっていうのを昨日知ってすごい嬉しかったですし、なんかちょっと始まる前もね、うん、なんかちょっとどうやって喋ろうかなみたいななんか謎の、ね、そんなこと謎の空気を出してしまい、うん、すみませんでしたいやもう和気あいあいとされてましたよ、なんか蚊帳の外でしたよね、私はごめんなさい、すみません楠木さん、ちょっとムードメイクがすごいですそんなことない。なんでしょう、リアル蚊帳森というかこのリアル蚊帳森泉の夫婦漫才じゃないですけどすごいですね。そうなんですよ、私はリアルではね、ツッコミむしろ入れてもらうみたいな、ね、今日はちょっと感じで、はい、突っ込んでましたからね。楽しかったでございます